はい、では先生、はい、第3章もよろしくお願いします。はい、この3章もですね、ゲストの、はい、この戦略論シリーズの監督の猪俣監督にお越しいただくということで、はい、猪俣監督よろしくお願いします。はい、どうも。どうもよろしく。監督が登場という監督登場カメラの、ね、向こう側にいるんで、はい、ちょっと緊張してるんですけど、ね、ちょっとお手柔らかによろしくお願いします。ちょっと僕からいろいろと、はい、質問していきたいと思うんですけども、まあ、ここはアフターコロナというか、はい、ウィズコロナと先生さっきおっしゃってましたけど、うん、そういうこれからのコロナ時代に対して、うん、僕たちではどうやって生きていったらいいかということを主にですね、はい、中心に話していきたいなと思うんですけど、一番その今回のことで世界が一番ダメージを受けたのはやっぱりそのグローバリズムの反動、はい、行き過ぎてしまったグローバリズムの反動って大きかったと思うんですよ ね、 そ う、 ですね。でそういう中でその脱グローバリズムってどうやったらいいのかなって僕思ってたんですよ。はい、でその時先生は今回そのボーダーのあるグローバリズムが必要だっていうことをちょっと言ってたの、すごくなんかこう、あ、そうか、脱グローバリズムってそういうことなのかもしれないなみたいな。グローバリズムはなくならないけど、うん、どういうふうに形変えていくのかなと思った時にそういうのを感じたんですね。今ね、先行き不透明不透明って言うんだけど、戦略論的に言うと結構見えてる部分ってあるんですよね。だから決して不透明じゃないんで、それはよくものを考えなかったり、既存の価値観に引っ張られてる人が不透明だ、先行き分かんないって言ってるだけで、結構いろんな見えてきてる要素あると思うんです。多分、まあ、僕も神様じゃないから、これから10起きてくることのうち5つか6つぐらいしか見てないのかもしれないけども、でそれは多分確かだなっていうことがいくつかありますよね。それはだからさっきも言ったテレワークで分散社会が来るとか、からスケールメリットがもう生きない社会になってくるとか、それでもう一つはそのボーダーレス経済がもうダメになる。それボーダーレスっていうことは何かっていうと、国境が無用であるって考えでしょ。で人物金が自由に行き来する経済がいいんだとされてきたんだけど、いや、やってみたところいろんな不都合なことが起きてくるねと。先進国で特にいっぱい失業が起きちゃったとか、そういう問題もあるんですけども、で安い賃金の方がいいっていうんで、仕事が低開発国の方に、発展途上国の方に移っちゃったと。これも我々にとっては不都合なんだけども、もう一つ決定的なのがこの新型コロナみたいな病気がね、ボーダーレスって言ったらみんなどこもビザなし渡航みたいな、勝手に国内みたいに行き来できるっていうのが理想だってことになったら、その一部で起きてた、昔だったら地域だけの病がね、もう世界中にたちまち普及しちゃう、まあ、これは前からグローバリズムのまずい点だよねって言ってたけど、まさにこれ今回そうなっちゃう。そうするとじゃあ一国鎖国主義でやっていけるのかっていうと、そうでもないわけですよね。そうするとグローバリズムって言っても、信頼できる国同士はちゃんと国境を守った上で協調してやっていくと、貿易をしていく。そうするとね、私が言ってるのは、ね、その最近考えたら三金主義ってことなんですね。三つが近い、三つが近い、三つが近い。これはね、実はね、個人の仕事でもそうだ、企業の仕事でもそうだけど、国家間でもそうだと思うんです。それ三金主義ってのは、一つは地理的に距離が近いこと、うん、それから2番目は価値観が近いこと、から3番目は技術水準が近いことっていう、この3つで、まあ価値観が近いことの中に、例えばやっぱりデモクラシーっていいよねとか、あるいはその言論の自由とかちゃんと保障された社会がいいよねとかね、そういうことも当然だけど、法治主義、どんな権力者でもやっぱ法に従わなきゃいけない、総理大臣でも大統領でも賄賂もらっちゃいけないよねとかね、そういう価値観ってあるわけじゃないですか。そういった国とか地域は一緒にやっていくっていうことになると思う。まあ、別に言えば今回チャイナがね、初期段階で WHO なんかに定めたようなルールに従って行動してくれてれば、世界中に広がることなかったんですよね。だからそういうところで国は初めに隠蔽しようとして、その隠蔽しようとしたことも隠蔽しようとして、じゃあルール破りじゃないかって我々から言えばなるわけで、やっぱそういった国は排除する。だけど地理的に近いって言ったけども、例えば今後ね、アメリカと台湾はものすごくもう近くなってる、近くなっていくと思うんです。戦略的にもアメリカはチャイナに対抗する上で台湾を盛り上げていきたい。そうすると距離的には遠いけど、価値観が近いということと技術水準が近いということでは台湾は二重丸なんですよね。でそういうようなそこの分業体制っていうのは、じゃあ他の国の分業体制がダメだったら、じゃあこの
参勤主義に照らして2つ価値観が近いんだったらいいじゃない、そういうふうになってくると思う。そうすると、まあ、極端に言っちゃうとアメリカを中心とするその自由なお互いにまあちゃんと約束を守る、国内でコロナ対策がちゃんとできるね、できるって言ってることを信用できるねっていう国同士は一緒にやるけども、じゃあ自分とかやってるって言ってるけどね、実際やってないんじゃないかとか、まあ、そもそもだから情報公開ですよね。情報公開してない国とはそう言ってるけどちょっとお付き合いできませんよねということで二分化していくんじゃないか、まあ、一方はアメリカ中心だろうし、一方はチャイナ中心で、まあ、一帯一路とかね一緒にやってる国、まあ、チャイナを中心とする、まあ、その傘下に入っちゃうような国というふうに二分化していくんじゃないかな。だから国際分業はなかなかそんな全部やめるわけにいかない、まあ、アメリカなんか極端な話鎖国してもやっていける国ですけども、日本なんかはむしろ困りますよね、そういった意味ではね。だから日本もじゃあチャイナ中心 の, そのグループに入んの、アメリカ中心のグループに入んのみたいなところでね、非常にその決断を迫られちゃう。訓風や神楽坂の路地抜けかねつ、訓風や神楽坂の路地抜けかねつ、5月ですから訓風香る風っていうのはですね、これはまあこの季節の初夏の季語ですね。で、神楽坂っていうのは有名なこの路地、路地の奥がまた路地になってて、右曲がって左曲がってその奥に、日本料理の名店があったりですね、西洋料理の名店があったりするという、まあ、そういうところですよね。ですからこの迷路のような路地ね、そこに訓風香るですね、5月の爽やかな風が入ってきちゃったけど、そこを抜けようとして抜けかねてるという風情っていうことは、まあ、自分がここの路地裏に入ってきますとね、美味しそうなお店とか良さそうなお酒を飲ませるところがいっぱいあるんでもう抜けられないからと、そういう迷いの気持ちも込めて、訓風や神楽坂の路地抜けかねつ、まあ、口語で言うと抜けかねてっていうことなんでしょうけど、ちょっと文語調で神楽坂の路地抜けかねつと。藤井元気の新戦略論体系。